中区の交差点で起きた衝突事故その一部始終をドライブレコーダーが捉えていました右折信号が青になり、軽自動車が右に曲がっていたその時とった対向車線から直進してきた軽自動車と衝突。衝撃で車体は大きく 跳ね上がりました。午後3時過ぎ、中区、白島、北町の交通量の多い交差点で起きた軽自動車同士の事故警察によりますと。とけが人はいないということです。